いやー、元横浜ベイスターズの中村典弘選手です。今日は皆さんのためにですね、ノリのマニアックなものまでをですね、一つお送りしたいと思います。いきますよ皆さん。急に子供がザーザーしましたよ。大丈夫ですか。急に興味がなくなりましたからね。私がベイスターズ時代ですよ、ワンアウトランナー三塁、絶好のチャンスにもかかわらず、三塁コーチからスクイズのサインが出て確認できずに大胆な行動に出た中村典弘、どうぞ。いやプロとして失格です。詳しく見たい方は YouTube で確認してください。やってるんですね、あるまじっこいです。さあちょっと女性の口角が下がったところで